今から今日は飯塚のふれあい動物園に行きます。なんとそこはペットも連れてっていいらしいんで、ブーちゃんも行けるんです。ブーちゃんは今ワクワクして楽しみにしてます。なんでね、今日はね、香港カップとかあるけどね、ブーちゃん最優先ですよ。ブーちゃん行きたいの？ブーも行く？ブーも行く今じゃ準備してるからちょっと待ってよ。ブーすぐ行くからね、すぐ連れて行くから待っとって。4時半最終入場に書いておったから。だけど飯塚見たら1時間もかからんで着くから、ここからね。だから今あれは2時ぐらいまでには着くからね。大丈夫大丈夫、連れてってあげるから、はい、楽しみにしててください。さあ飯塚福岡、本当にここめちゃくちゃ山奥に来ましたよ。ここにね、知らなかったんだけどね、俺らもね、あのふれあい動物園っていうのがあって、なんかそこにペットもね連れて行ってもいいらしいんですよ。なんでね、ちょっとねどんなとこかわからないですけど、まあブーちゃんもね楽しいと思うんでね、他の動物にもあんまり会うことってないと思うんでね、どんな動物がいるのかもちょっとわからないんですけどね、正直ね。なんでしかもね、なんかあれ従業員3人しかおらんてね、だから結構もう野放しの動物園かもしれないね。さすがやな、ブー素晴らしいぞ、この足腰の使い方ちゃんと踏ん張りが効いてるからな、ブーちゃんはしっかり。すごい、いた、着きました。ブーちゃん着いてよ、ブーちゃんこっちこっち着いてよ。泡で2メートルこの田舎の先にねあるんですよ。さあもうすぐ着きますよ、ブーちゃん。この険しい道の先にねあるんですよ。今お客さん一人帰ってきたやろ、楽しみやね、ブーちゃん。ブーちゃんの新しい友達が待ってるよ、道の友達が。左方向です。続いて目的地は右側です。ピクニカ共和国だって。あ、第二駐車場とか置いてある。ここしか止めれるね。ここやん、ピクニカ共和国。この駐車場に止めていくんや。よかったね、ピクちゃん着いたね。もう着いたの分かってるからちょっと喜んでるよ。ほらほら、ブーちゃん馬いるよ、馬。馬かな。うん、右方向です。続いて目的地は右側です。左進みます。着いた着いた。はい、着きました。こちらです。歩きたいの？歩きたいの？ブ、降りるか。逃走しました。ちょっと待って、無事に片付けるから。
着いた、うん、ここね動物も一緒も一緒に入れるんですって、うん、でカートが入れないからちょっとこっちからね裏から回れるっていうやつなんで回りたいと思います。もう山の中にあるね、ここは。普通になんかもう動物がこういうとこおるね。グリーンイーグル。でかっ。どんなとこにいたらグリーンに変わるの？めっちゃ大きいカメおる。面白いね。あ、ブーちゃんこっちにもワゴールよ。いや、ね、吠えられたよ。ブーちゃん、近くで見てみよう。ほら。ねえ、初めてやったね。気になるね。あ、ごめんね。怒られた。怒られた。なんかいるよ。何これ。みたいな、なんか吠えてるよ。みちゃん、こっち。こっちおいで。いいの？みちゃん。みちゃんいた。ちょっと待って、俺の名前言わんでよ、これ撮ってみる。うん、プーちゃんみたいなのおるね。ほら、ブーブー言っとるよ。プーちゃん全然興味ないやん。いかんの、ブー。ブイブイ君、ブちゃん、ほら、ここまでだったらいいの？ブちゃん、あれいいの？もうブブ言っとるよ。ブーブー、こっちにもいるよ。全然興味ない。ブー、おいで。全然ダメよ。ふーちゃん見てるよ。ふーちゃん、こっち、ここから見れるよ。入れないよ。
亀に興味津々やん。ブちゃん入ろうとした。ブちゃん入ろうとしたと。ねえ、ねえ、ゆっくり歩いてるから何なんかなと思ったよ、ブちゃん。食べ物やと思っとる。食べ物やと思ってる。食べ物やないよ。あの中にも入っとるよ。じゃあラバっていうらしいよ。じゃあラバって言うんだって。こっちに近づいてきた。ラバって言うんだ。この看板食べたんや、すごいやん。ほら、看板も食べてなくなった。ブちゃんブイブイ言うとるよ。ブちゃんが怖がってます。お話する。すごいです。